私は営業企画グループというところに所属しておりまして、展示会の企画とか運営、そちらに携わっておりますので、今回の展示会についてうまく運営できるようにということで、努力しております。フーデックスはやはりアジア最大級の食の展示会ということで、さまざまなお客様が見られると。食品の製造メーカーさんだけではなくて、実際に食を提供されるメーカーさんでありますとか、バイヤーさんですとか、そういったところが来られるということをお聞きしておりましたので、そういった幅広いお客様に向けて弊社の商品を提供ないしは、ご紹介したいということで今回出展させていただいております。弊社の商品ウィータベルという、植物性代替肉ないしは代替シーフードの素材につきまして、いろんなお客様にご提案もさせていただきましたし、あと実際にその素材を使って作った商品を、欲しいというお客様もおられましたので、そういった意味でかなり弊社としても出展した効果はあったのではないかなというふうに考えております。食品の素材のメーカーですので、素材としてのご提案っていうのも、食品製造メーカー様に対して行っていく部分もありますけども、やはりその素材だけでは実際に提供される側、外食産業様ですとか、スーパー様とかでは、使いにくいというお声がありますので、実際にエビですとか、ツナですねのような代替シーフードで代替の植物性肉として、ご提供できるような形で提案したいというふうに考えております。弊社は食品素材メーカーということで、代替食品素材の展示会に出展することが多かったんですけども、今回は、その食全般に関わる展示会ということで、幅広いお客様に来ていただいて、さまざまなご提案ができるということで、今回出展させていただいて、効果があったかなというふうに考えております。アジア最大の食の展示会ということで、かなりたくさんのお客様が見られますし、また種多様な業界の方々、あと、国内外問わず、さまざまなお客様が見られますので、そういう意味でこう幅広く、素材ですとか食品を提案させていただく貴重な機会になるというふうに思いますので、そういう意味では、たくさんの製品をご提案できる機会としてお使いいただければなというふうに思います。植物性代替肉ですとか代替シーフードっていう、商品関係というのはまだまだ消費者様に認知されてない部分もありますし、なかなかこうまだ広がっていってないというところがありますので、そういった意味でも、弊社の商品を使って、幅広く代替食品っていうのが、食されるようになっていただきほしいという部分と、あとやはり弊社は小麦タンパクのメーカーとして、国内トップシェアということでおかげさまで販売させていただいておりますので、そういった意味で小麦タンパクを使って、お客様の食生活というのを、豊かにできればなというふうに考えております。